はい、こんばんは。えー、本日はですね、この岸田首相ですね、この岸田あ首相がですね、えー、目指している政治ですね、これは一体どういうことなんだろうかということを考えてみたいと思うんですね。うん。でね、と言ってもですね、この岸田さんの政治ですね、この最大の特徴はね、どういうことだろうかとういうことを言うとですね、まずね、それがまずわからないということですね。えつまり、 どういう政治をやりたいのか、あるいはどういう国家、えー、あるいはどういう国民生活ですね、それを目指しているのだろうかと、そういうことがさっぱりわからないということが、岸田さんのですね、この政治の特徴ではないかと、おと僕は思うんですね。うん。そしてね、えー、そのさっぱりわからないということの原因の一つはですね、この安倍さんですね、 まるでね安倍さんがですねまるで乗り移ったかのようなですねそういう政治を今ね展開しているんですよ特にこの防衛関係ですねそしてねここもね安倍,さんに安倍さんがですね乗り移ったんじゃないかと思うんだけども嘘800をですね平気で、えー、語れるというですね、この人間性における鈍感さというかですねそれも非常なる特徴だと思うんですよね。 これね、4月4日のですね、国会衆議院本会議でですね、平和国家としての歩みをいささかも変えるものではないとかですね、堂々と言ってのけたわけですよ、ね。これ防衛費を2倍にしておいてですよ。そういうことをですね、どうして言えることができるのかということですね。これね人間性から見てもですね、全く信用できないと。 お言わざるを得ないんです、ねうん、まあそのことをですね今日はねこの特に防衛問題ですねこのことを話してみたいと思うんですねまずね、えー、この共同通信の記事からね紹介したいと思うんですよ、えー、4月4日ですね、えー、今ね僕がちょっと言ったですねこの岸田さんがですね、えー、衆議院の本会議でね言ったことなんですよね えー、まずねこの共同通信の記事ね一番最初の文章を読んでみますとねこういうふうに書いてあるんですよ。えー、岸田文雄首相はあ4日の衆議院本会議で国家安全保障戦略など安保関連3文書に関し憲法や国際法の範囲内で実施されるものであり非核三原則や専守防衛の堅持平和国,国家としての歩みをいささかも変えるものではないと強調した。 ということなんですね、うん、これをね、まずこの言葉をね、えー、考えてみた,いみたいと思うんですよね。いや、まあ結論から言ったらね、これは全くの嘘っぱちだということなんですけどもね。うん、まずね、この防衛3文書ですね。防衛関連3文書。これは一体何かということなんですね。この防衛の3文書、3つの文書ですね。これはね、まず、まずね、一番上に来るのはね、 国家安全保障戦略という文書なんですよ。これはね英語でねナシ i ナ n a l Security s t r a t e いうんですね。で、この頭文字を取って NSS と呼ばれてるんですよ。NSS ですね。まずこの NSS ですね、えー。国家安全保障戦略。これがね、この防衛三文書の上で一番上に来るものなん,ですなんですよね。一番上に来るもの。えー、これはですね、 えー、要するにこの日本のね国家としての日本の外交防衛政策の基本方針なんですよねうんこの日本がね今置かれている安全保障環境とか周辺国のね現状はどうなってるんだとそういうことをねまずそういう基本的なことを記したものなんですよねそれが NSS 国家安全保障戦略といって防衛3文書の一番上に来るんですよそそしてて次にですねそれを受けて 防防衛衛っていうのを、ね、作るんですよ防衛対抗ですすよねこれは要するに今言ったようなね、えー、この安全保障環境とか周辺国の現状それを見ながらですね日本のね防衛力の水準というのはどのぐらいを持つべきなのかということですねこれがね2番目の防衛大綱なんですねそして3番目に、えー、略してね中規模と言われている中期防衛力整備計画っていうのがあるんですね えー、これはね要するに今言った防衛大綱これを受けて5年間の防衛予算の金額ですね、えー、それから具体的なこの装備ですねこれをまあ,あ決めていくというね、えー、そういうね中規模防衛力整備計画ですね5年間それがね3番目にあるんですよこれがねあの3文書と言われるものなんですよね NSS 防衛大綱中規模ということですね そして一番最後に毎年の防衛予算が来ると。ということなんですよ。でね、この、えーね、一番上のね、NSS、安全保障戦略ですね。まずね、ここがね、一番ね、肝心なところでね、非常に問題なところなんだけども、これね、えー、自民党がですね、ね自民党っていうのはもちろんね、今日本の政権党ですよね。うん。 この防衛戦略なんかね自民党を中心にね、えーまあ、考えていくっていうかね、えー、まあ言いいなこと考えてるわけだけども、えー、これがね安倍派を中心に安倍派ですよ安倍派安倍派を中心にですね中国を仮想敵国に据えちゃってるわけなんですよ仮想敵国ですよねうんこれね大問題なんですよこれはね去年からずっと僕はねあの去年の夏ぐらいから ずっと指摘しているんだけどもこれアジアでですね日本は中国の隣ですよねえー、世界の超大国の中国のねあもう引っ越すことはできないんですよアメリカの方にね太平洋を渡ってですね泳いで行って引っ越すことはできないんですよねでその中国の隣にいるにもかかわらず仮想敵国に据えるってこれは全くあれじゃないですかね 自ら命を絶つようなですね、そういう行為じゃないですか、これ。アジアで生きていけないじゃないですか、中国と喧嘩したら。そういうことでしょね。なので、これはね、下作中の下作最大の下作なんですよ、これ。最大の下作それを安倍派、安倍派を中心にですね、去年の夏ぐらいからずっと議論してきて、中国を仮想敵国に据えると。 そういう議論を据えちゃってるわけですよ。ねこれは完全にですね、安倍さんという人のね、この人格というかですね、この安倍さんというとね、岸信介さんのね、7×7×7=343 しかない人ですけども、この岸信介さんの影響をずっと受けてきたわけですよ。ね。うん、でそれの影響で、そういうことになっちゃったわけですよね。うん、そしてね、 えー、今ね首相は岸田さんでしょね、えー、そして外務大臣は林さんですよねこれねこの2人とも高池会ですよ、ね、派閥で言えば安倍派とは全然逆なんですよね高池会というのはこれ高池会のね、あのー、一番最初池田勇人さんですね作ったね高池会これは要するに、あのー、経済中心ね、えー、高度経済成長ですね経済中心の政策をずっと考えてきた人ですよね うん、財務省出身大蔵省出身ですけどねそして、えー、それからですね次にね大平さん大平正義会長ってのいてねこれを元首相ですけども首相になる前はですね外務大臣だったんですよねこれは田中角栄田中角栄首相の元の外務大臣だったんですよそしてこの田中大平コンビでですね日中平和条約を成し遂げたんですよ ね、この時の中国の首相が周恩来ですよ。ね。田中角栄周恩来ですね。そして中国の主席は毛沢東ですね。こういう、ね、歴史があるんですよ。ね。で宏池会というのはそういう歴史があるのにもかかわらず今岸田さんというのはですね全くそういう宏池会の点と、ねまあ、中国と仲良くやっていかなければいけないということをね壊してしまってですよ。 そして、この安倍派のですね、対、えー、中、ですね、敵視政策、ね。まあ、仮想敵国というふうに、ね、安倍派はね、ずっとね、議論してきたんだけども、さすがにそれはまずいだろうということで、ね、えー、そういうね、露骨なね、表現は取っていないんだけども、ね、ほとんどね、中国敵視政策ですよ、ね岸田さん、岸田さんもですね、そういうふうなことになっちゃったわけなんですよ。 それがね、今一番肝心な NSS、一番上に来るね、えー、ものなんですよ。ね。そういうことを取っておきながらね、えー、そういう政策をね、えー、取っておきながらですよ、この国会でね、えーえー、この NSS などをね、安保管理3文書に関して、憲法や国際法の範囲内で実施されるものであり、ね、平和国家としての歩みをいさかも変えるものではないってね、 これ誰がそんなことをね、えー、信用できるんですかねそしてねこの対中敵視政策ですねこれはどこから始まっているかというとこれはね完全に安倍さんのですね台湾有事は日本有事、えー、という発言から始まっているんですよ、ねうん、安倍さんといえどもですねそれまではね、えー、対中敵視政,政策はそれ,それほどでもなかったんだけども この台湾有事は日本有事というね、発言え。これをした頃からですね、完全に対中的政策に変わってるんですよね。うん。ね。この安倍さんの発言というのはね、これはね、えー、ね台湾有事は日本有事というのはね、えー、これ有事工事の有事じゃなくてね、まさに台湾にね、戦争が起きるというね、台湾有事。それはね、日本の戦争だと言ってるわけですよね。うん。これね、どういうことかというとね、<laughs> このねアメリカというのがねまず念頭にあるんですよ。ねでね、えー、台湾有事の時にはですね,、えー、ね台湾有事有事工事じゃなくて台湾に戦争が起きた時は、ね、アメリカが、えー、実際にこの軍事防衛するかどうか、えー、その台湾を軍事的に守るかどうか、えー、ということをですね、えー、アメリカは歴史的に曖昧戦略を取ってるんですよね曖昧,曖昧戦略を。えー、ね だけども、この安倍さんはですね、そういう曖昧戦略をやめようと。そして、台湾に中国が攻め込めば、アメリカは宣戦線布告をするべきだと。ね、いうね、意味で言ってるんですよ。そして、さらに、それに追随して、日本も宣戦線布告するぞと言ってるわけなんですよ。これね、飛び抜けたね、煽り発言なんですよね。あ。これはとんでもない発言なんですよ。うん。 とにかくそれがですね、非常に国際的な、ね、問題になる、えー、ということは間違いないわけでね、えー、中国もこのね、えー、安倍発言というのはね、非常に、えー、警戒してき、えー、たわけなんですよ、ねうん。で、まずね、ここでね、えー、肝心なことを確認しなければいけないんだけどもね、このね、アメリカも日本も中国とね、中国と国交正常化してるわけなんですよ。ねうん、要するに、えーね、日本の場合は、 田中角栄と大平正義の時に日中平和友好条約を結んでですね国交を正常化したわけですよ。ね、ということは中国というのは中国大陸にある、ね、国これ一国であるというねそれが基本なんですよ。それを認めたわけですよ。ねうん、台湾は要するに国ではないというね立場なんですよ。それはアメリカも日本もはっきりそれは認めているわけなんですよ。ね だけども、アメリカの場合はですね、戦前からね、戦後にかけて、この台湾のですね、この蒋介石政権とあったんですよね、蒋介石ね、うん。それとね、非常に深い関係があったんですよ。なので、やっぱりね、日本と違って、今でも曖昧戦略を取ってるんですよ。ね、だけど、日本の場合はね、曖昧戦略なんか全然取ってないんですよ。ね、これはもう歴史上ね、田中角営以来、中国政府は、 大陸にある中国だけだけというね、考えをずっと政府として取り続けているわけなんですよ、ね。なので、安倍さんの言うように、台湾有事は日本有事だっていうね、言葉ってのはね、非常に衝撃的な言葉なんですよ。日本の国策ね、外交方針を180度変えることなんですよ。ね、本当に驚くべきことなんですよ、これは。で安倍さんというのはね、 あのー、これはね、岸信介さんのね、直系ですよね。まあ、妖怪の孫。岸信介さんはね、昭和の妖怪と言われてますからね、まあ、妖怪の孫な,ん孫なんですよねあ。なのでね、これね、政治的にもね、家計的にもね、岸信介さんの直系なんですよ、安倍さんはね。うん。えー、でね、岸信介さんというのはね、えー、これ、なんていうかな、まあ、戦前の時代からね、アジア主義という考えがあるんですよね。 でこの、ね、アジア主義っていうのは要するにアジアを中心に考えていこうというねそういう考え方の総称なんですけども、えー、この人脈の関係からですね、えー、岸信介さんというのはこのアジア主義者だったんですよねうんだけどまあ言ってみれば本物のアジア主義ではなくってこのアジアの名手になりたいねアジアのトップになりたいっていうねそういう横島な心を持ったアジア主義なんですけどもねでこの蒋介石というのはですね台湾の蒋介石というのは これアジア主義の,、ねえー、この中心的な人物だった犬飼剛この人の世話になっていたんですよ戦前ね、えー、なのでね、えー、これ犬飼家のお世話になってねこの犬飼のねこの奥さんが作ってくれたね、えー、このカツカツ丼なんかですねあ親子丼か親子丼なんかですね、えー、うまいまいと言ってですね、えー、おかわりくださいと言ってねそうやって食べていたというですねそういう青年時代を過ごしてるんですよ、ねまあ、そういう具合にしてね えー、このアジア主義日本のアジア主義主義者の周りにはですね、えー、このアジア各国のこの青年とかねこのリーダー候補がですね非常に集まっていたんですよ日本に集まっていたんですよ。そして日本のね、えー、この今犬飼強氏のことをねちょっと言いましたけど犬飼強氏であるとかこの福沢諭吉であるとかね あるいはこのまあね最後高まりは1877 9 7 0 1年に死んじゃいましたけどもその流れの遠山満であるとかですねそういうアジア主義の人々がいっぱいいてですね非常にねこういう関係を持っていたんですよまあ非常にねいいこういう関係を持っていたんですよ。まあ、非常にねお互いにねこのヨーロッパからの、まあ、ウエスターンインパクトっていうんですけど このヨーロッパの侵略とかね、そういうものにめげないでお互いに頑張っていこうぜっていうですね、アジア主義者のね、集団があったんですよ。アジア主義者の群像、群像がね。これ、北一揆なんかももちろんね、そのね、あの、ボス的な存在ですけどもね、うんで。そういうね、一角に、端っこに岸さんもいたんですよ、青年時代ね、うん。だけど岸さんはその中からね、このお互いアジア人平等だっていうね、そういう精神ではなくって、 日本がアジアのボスになるんだとそういうね心をたくましくしていったんですよなのでこの傀儡国家の満州国っていうのを作ってそこのねボスに収まるわけなんですよねうんそしてそういうね、えー、岸信介さんの教育をずっと受け続けてきたのが安倍さんなんですよなのでねここは僕のね推測なんだけども安倍さんというのはねもうねそういうなんていうかな非常に、えー、この何て言うかな アジア主義はアジア主義。まっ、あ、くア,アジア主義じゃないな。つまりね、アジアの名手になりたいと。そういうことだけなんですよ。ね。うん。そんなようなことなんですよね。うーん。そういうことなんですよ。そしてね、戦後のね、国際政治というのは、今言ったようなね、戦前のね、この帝国主義日本ですね、それが満州国を作ったようなね、この岸信介さんの流れですね。それとは全く 全くく関係なくですねほとんど関係なく田中角栄とか大平正義がね、えー、これはね、あのー、経済的な見地から、えー、日中はあやっぱりね大陸の中国と日本は、えー、国交を結ばなければいけないということで周恩来と田中角栄が中心になって日中国交を正常化が果たされたわけですよ。ね。うん、そ,してねそれ以来日中といえば 日本と中中国国共産党の中国の関係になったわけななんですよ、ね、なのでこの安倍さんがね台湾有事は日本有事だなんてこと言ったのはねそれがまるでね逆転して、ね、戦前の岸信介が現代によみがえったようなそんな考え方なんですよ、ね、そして今ですよさっき言ったようにこの NSS は中国敵視政策 えー、現実的な中国正政策ですよで。そして防衛費2倍。これはね、まさに戦前からのその岸信介の考え方。ね、戦後もね、岸信介は生,生き残ってね、もちろんいましたけどもね。うん、つまり戦前のね、あのー、ほとんど満州国。ね。そのね、流れを組む考え方なんですよ、これ。ね。うん。で、基本的にですよ。中国、ね、台湾。 そののののの関係というのは、一つの国の中の出来事なんですよね。それに関してね中国が台湾にねどういうふうになろうとこれはもちろん内乱はダメですよ内乱っていうかな、えー、その軍事侵略的なことは絶対ダメですよ、ね、だけども基本的にはこれは中国の国内におけることだからそこに軍隊をくれとかなんとかかんとかってのはこれ中国から見れば完全な内政ねっ 内政干渉になるんですよ。それをまず考えなければいけないわけなんですよね。うん。そういうことなんですよ。ね。うん。でね、えー、このね、その安倍さんを引き継いだね、この岸田さんですよね。うん。まあ正確に言ったら安倍・菅・岸田ですけども、岸田さんはね、ほとんどね、安倍さんを引き継いでいるわけですよ。ね。えー、特にこの外交関係ですね。外交防衛関係ですね。 このね、さっきも言ったようにね、この NSS ですね、えー、その安保関連3文書ですね,ね、これに関して、えー、4月4日にですね、憲法や国際法の範囲,、ね、範囲内で実施される、ね、なんて言いましたけどもね、それを言ったって何の保障にもならないわけですよ。ね、うん岸田さんというのは、ね今言ってきたように戦後政治をね、 本当に歪めてしまった安倍さんの路線をそのまま今引き継いでしまってるわけですよ。そして実質的に中国敵視政策をとっているということですね。これはね、岸田さんはね、えー、その宏池会の大先輩である大平正義ですね。これが敷、えー、いた路線ですね。つまり中国と親しく仲良くやっていかなければいけないとと、ね、そのそしてその後ずっと中国と。ね。 仲仲良良くくややっっててききたたんですよ仲良くやってきたところが安倍さんでは全くおかしくしてしまったんですよ。そして岸田さんはね、なんと、そのあたり全く歴史を振り返ることなく、ね、本来は大平正義路線を行かなければいけないのに、ね、本当にね、えー、日本の現代政治を本当におかしくしてしまった安倍さんの路線を、何の反省もなくですよ。 歴史を振り返ることもなく、それを、えー、ひた走ってるわけですよ。これ全くね、岸田さんね、頭が働いていない。ね。そしてこの人ね、あの、安倍政権時代に外務大臣ね、何年間かやってたわけですよね。なのに、外交の歴史っていうから、日本のね、この戦後外交の歴史も知らない。一体この人ね、 何勉強していたのかなと。外務大臣時代ね、何の本読んでいたのかなと。本当に僕はね、考えられないですね、この岸田さんのね、この頭の中ですね。ね、考えられないですで。そういう岸田さんがですよ、さらに何と言っているか。ね、これ g 通信の記事をね、次に紹介したいと思ってるんですよ。ね。 これねこれも恐るべきね言葉なんですよ、ねえー。見出しがですね「反撃能力存立危機でも発動可能」「岸田首相国家安保戦略巡り質疑」というねタイトルなんですよね。でその文章を読んでみますとこういうふうな、ね、記事なんですよ、えー。岸田文雄首相は4日の衆院本会議で「えー、国家安全保障戦略」など関連3文書に盛り込まれた「反撃能力」。 敵基地攻撃能力の行使に関し我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合など武力行使の要件を満たす場合に行使しうると述べ存立危機事態でも発動可能との認識を示したこれはねこれはですね何を言ってるかというとね要は安倍さんが憲法第9条に新しく導入してしまった集団的自衛権ですね。 これに基づいて、例えばアメリカが他国から攻撃を受けた場合ですね、アメリカに代わって日本が反撃することができると言ってるわけなんですよ。ね。うん、で、これね、安倍さんがね、新しくね、入れたこの集団的自衛権ですね。これはね、それまでね、日本の法制局、政府は全く認めていなかったものですよ。ね。うん、従来、個別的自衛権だけを認めてきたわけですよね。 これなぜかといえば、えー、例えばね、アメリカが攻撃を受けてね、日本が反撃すると、集団的自衛権でね。そうすると、日本がその戦争に巻き込まれてしまうということなんですよ。ね。でそれを避けるために、集団的自衛権は日本政府自らね、自分で認めていなかったわけですよ。ね。それを安倍さんがやれるようにしちゃったんですよ。ね、そして岸田さんをね、今堂々と、 それれをやれるるんんだと言ってるんですよ、ねうん、つまり日本がアメリカの戦争に巻き込まれる可能性というのはいよいよ現実のものになってきたということなんですよ。ねうん、つまりねこれは端的に言ってやはり中国なんですよ、ね。中国との間で何か起こった場合にですねこれはね あの非常にね日本が中国と全面戦争になる可能性があるということなんですよ。ね。うん。でもねこれまずね考えておかなければいけないのはね考えておかなければいけないのはまずね中国との間で考えておかなければいけないのはねこれ何度も言うようにね有事工事じゃなくて台湾有事ですよね。台湾有事、ね。中国が台湾に攻め込むんじゃないかっていうねことですよね。だけども これね、前に何度か説明しましたけど台湾有事というのはまずね絶対に起こりえないです。起こりえない、ね。中国は、ね、台湾に関しては長期的に経済的に含み込んでいこうというね、そういう戦略のもとで動いているんですよ、ね。確かにね、中国にとって台湾というのは第一の利害に関わる問題なんですよね。だけど軍事的に攻め込も,込もうという選択肢はないんですよ。 ね、この、ね、例外的に、ね、そういうことがあり得るとすればこれ台湾が独立を目指すという、ね、それがはっきり分かった時にその時に軍事的なオプションが中国に出てくるんですよ。ね、だけど今の台湾の、ね、政治情勢を見るとですよこれ、ね、全くそういう、ねえー、独立ということはあり得ないんですよ。ね、これ今、ね、台湾二大政,政党制のもとに、ね、民進党が、ね、政権を取って、ね、蔡英文が総統なんだけどもね。だけども えー、これ蔡英文をはじめですね民進党には台湾独立というオプションはないんですよ。ね、僕はね台湾,あの台湾の政治はねあの現地に行ってねあのじっくり取材したことがわあ,あるのでね分、えー、かってるんだけども独立派というのもね民進党の中では極めて少ないんですよ。ね、そしてもう一つの国民党というのは、ねえー、これ独立なんていうどころか非常にね中国と近いんですよ中国と近い。 でね、中国の習近平はですねむしろこの国民党をね非常に推してるんですよ。ね。そのぐらいねあの非常に、えー、緊密なんですよ。ね。あなのでね今度ねこの選挙があってですよ民進党と国民党をねこれ国民党はね意外にね勝つ、あのー、かもしれないですよね。うん。えー、なんてかっていうとね えこれね、えー、台湾の、ねえー、人々もですね戦争だけは絶対に嫌だと思ってるわけですよ絶対に嫌だとね、うん、そういうことを思ってるわけですよなのでね、えー、国民党の方がより安全ではないかということも考えているわけなんですよね、うん、この辺はどう動くかまだ分かりませんけどもね、まあ、いずれにしても中国にとっては軍事的な選択はまず絶対ないとそのぐらい言ってもいいことなんですよね そしてもう一つはね、中国は、えー、台湾とね、経済的に極めて近い関係なんですよ。これをね、まあ、壊したくないんですよ。ねうんまあ、例えばね、あのー、ね、これ中国が軍事的にですよ、もし軍事的に台湾を同一化しようとした場合ですよ、これはね、あのー、台湾に上陸作戦をしなければいけないですよね。そうすると、上陸作戦を成功させるためには、まずね、その前に、都市部に、 非常にね、ミサイルをぶち込まなきゃいけないわけですよ。台湾のね。そうした場合にですね、台湾はね、廃墟になっちゃうんですよ。そうすると、台湾のね、えー、この製造業はね、壊滅してしまうんですよ。ね。そうなった時ですよ。そんなね、廃墟の台湾をね、えー、この中国のものにしてですよ。何の得があるんだということですよ。ね。中国はね、非常に実利的な国であってですね、 台湾については今のま,ま,つまりねこの精密工業ねこの半導体のね非常に精密なね、えー、この世界最先端の工業というのがこの台湾経済の特徴なんですよね。そういうね精密工業品の製造拠点これを手に入れたいということなんですよ。ね。特にあのね半導体製造の世界最大の企業である TSMC ですね。TSMC TS。これをまず手に入れたいと。 そういう時にですよ。どういう手を使うかということですよ。ね。軍事的なね、オプションなんか全くないですよ。ね。でどういうふうにするかっていうと、これ台湾企業に投資してですね、密かに投資して、台湾企業を経済的に買っていく。自分のものにしちゃうということですよ。ね。知らないうちに。そして実質的に中国のものにしちゃうということですよ。これが中国の手であって、ね。そしてここだけの話で、僕が聞いた話ではね、これ何度か言いましたけどもね。 この TSMC ですよ、ね、実は半分ほどの資本はもうすでに中国になもの,ものになってるという話ですよ。ねこれ知らないのは日本だけっていうねことかもしれませんよこれね。うん、これ日本ではね2番目のね TSMC の製造工場を作るというね、えー、話が出ているんだけどもね、うん、日本の政治家なんかねこんな話知らないと思いますよ。ね,、うんね うん、これ日本だってですよ、この中国ね、北海道とか沖縄のね、土地をね、どん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 、実はね、水面下で買ってるんですよ。ね。うん。で、前も紹介しましたけど、これ、は狙いっていうのはね、北海道の綺麗な水が欲しいんですよね。中国に言うと、中国ね、水があんまり良くないんで、やっぱり日本の綺麗な水資源が欲しいんですよ。ね。で、中国はこういう具合にね、いつもやってくるんですよ。ね。軍事的なね、乱暴な手段を使っては、絶対やってこないんですよ、中国というのはね。 非常に実利的な国であり非常にそこら辺はね賢いんですよ。ね、うん。でね、今ね、とにかくさっき言ったように台湾をね、軍事的にね、攻略しても何のプラスもないんですよ。精密工業を破壊,、ね、破壊してしまった台湾にどういう魅力があるんだということですよね。台湾ね、工業国家なんですよ、ね。香港はね、逆に商業国家だったんですよ。ね、だから台湾をね、壊したくないんですよ。 ね、壊したらもうね復活でできなないんんすよ、ねうん、そんなようなことなんですよね、うん、こういうね、中国のやり方、それをね、日本はね、もっと考えるべきなんですよ。そして中国との付き合い方をもっと賢くならなきゃダメなんですよ、ねうん。中国ってのはそういうね、暴力的なことをやらない国なんですよ。ねうん、そういうね、 何、えー、て言うかな絡ませを使ってね来る国なんですよ。そこのところをよく考えて付き合わないとダメなんですよ。ね。うん。そしてね、その中国のメンツ、やっぱメンツを大事にする国ですからね、中国のメンツを立てながら、ね、そしてお互いに、何、えー、て言うかな、まあ、そのメンツをね、大事にし合ってですね、えー、そして経済的にうまくやっていくということなんですよ。これが大事なことなんですよね。うん。うーん。 でアメリカもね、ね、アメリカも、万万が一台湾有事があったとしてもね、軍事的にはね、軍事的にはやってこないですよ。ね。なぜかといえばね、えー、これはね、ウクライナを見ればわかるようにですよ。ね。うん。ロシア、中国とね、ことを構えれば、究極は核戦争になるじゃないですか。ね。うん。だから、これはね、あの、中国とはことを構えない。これがアメリカの究極の選択ですよ。 そして中国も台湾には軍事侵略はしない。これはあもう中国では常識ですよ。常識。ねうん、なので、ねえー、アメリカがね、来ない。つまり中国が、えー、台湾侵略、これはないんで、アメリカも来ない、ね。つまり台湾有事というのはね、有事工事以上にそれはありえないということなんですよね。うん、なので、 これね、沖縄の米軍基地ですねこれが使われることは絶対にないんですよない、ね、中国からの攻撃が、ね、な,ないですからね、うん、沖縄基地が使われることはないなので沖縄が、えー、攻撃されることもないということなんですよこれがね非常に大事なことなんですよねうんそういうことなんですよねうんね、うん だね。これね。えー、それにもかかわらずですよ。それにもかかわらずね。日本はね。このさっきね、紹介したように NSS であるとかね。えー、防衛3文書ですね。それによってね、中国敵政策をとってしまってですよ。そして反撃能力。敵基地攻撃能力。これをね、えー、保有を高らかに宣言しちゃったわけですよ。そして、えー、岸田さんがですね。 えー、4月4日にね、えー、これはね、要するに集団的自衛権でもってね反撃できるんだということを言っちゃったわけですよ。ね、言ってしまったあ。これはね、一体どういうことなんだろうかということですよね、これはね、うん。どういうことなんだろうかということですよ。で、アメリカもそのことについてね、この日本のね、えー、この何て言うかな。 この遺産、遺産だですね、この姿勢ですね、えー。今にもね、この戦争するんじゃないかみたいなですね、そういうね、えー、姿勢に対して強い支持を表明してるんですよ。ね。バイデン政権ですね、強い支持を表明してるんですよで。これね、どういうことだろうかということですね。で、実はね、これがね、最大のポイントなんですよ。ね。最大のポイント。あれどういうことかというと、一言で言えばですよ。一言で言えば、 アメリカは、ね、アメリカのこのね高い兵器を日本にもっとじゃんじゃん買ってほしいんですよ。なので危機を煽ってるということなんですよ。簡単に言ってしまえばね。うん、まあねこれをね外、えー、略言ってしまうとねこの防衛費のねこの増額ですね。その防衛費2倍ですね。これはねもう全く意味がないんですよ。ね、全く意味がない。ね。んでかというと。 これね防衛費の2倍というのはですね何の目的でそれをやるかというとねこれはね究極はアメリカの軍産複合体ねそれねそしてそれに救うね政治家経済人これを潤すためにあるんですよ潤すためにねそしてね、えー、これね、えー、そこにお金をね日本から流すためにはですよ流すためには、えー、日本で日本人にねもっと働いて働いて 安い給料,で給料で働いて、高い税金を納めて、ね、もっと税金を納めろよということで、ね、増税しなければいけないじゃないですか。増税。ね。増税しなければいけないということですよ。ね。えー、というわけでね、えー、これまずね、日本の世論をですね、高める必要があるんですよ。高める必要がある。 防衛費2倍にしなきゃいけないっていうね、そういうことを言う、ね、世論を高めなくちゃいけないわけですよ。ね。だけどもね、これ一番最初にですよ、防衛費2倍。ね。これを言ったのはね、誰だか覚えてますか防衛費2倍って言ったの誰だったか。ね。これはね、安倍さんじゃないですよ。これはね、高市さんなんですよ。ね。高市さん。えー、これはどういうことかというとね、2年前の自民党総裁選の時にですよ、 安倍さんが突然高市さんを応援するって決めたじゃないですか。ね高市さんを応援すると。そしてね、安倍さんが突然ね、電通なんかに突然根回ししたわけですよ。そしてね、えー、このパソコンなんか開けばね、えー、高市偉い、ね、高市素晴らしい、国士だとかですね、えー、そしてね、えー、こうのだめだ、こうのばカ嘘つきだみたいなですね、そんなことばっかり出てきましたよね。これは 安倍さんがですね、電通はじめね、まあ、自民党もね、えー、これ根回ししてですね、高市をやるんだということにしたわけですよ。それでね、高市さんっていうのはそれまで放末候補だったんですよね。なのに、突然ですね、もうダークホースになっちゃったわけですよ。ね。まあ、それをね、一番最初に伝えたのが、この高い、あのね、えー、ひとつき万なんですけどもね。うん。ね。えー、そしてね、この防衛費2倍というのはですよ。ね。えー、これもね、僕が一番最初にね、お伝えしましたけどもね。 実はね、安倍さんがねトランプ、ね、えー、トランプとの間で密かに決めた密約なんですよ。ね、密かに決めた密約。あというのはね、えー、このおもう安倍さんがね、えー、このトランプ怖さにですね、そしてトランプを容赦するために、とにかくアメリカのね、高額兵器を買い続けたわけですよ。ねうんね F35 をね、105機、ね、1兆円で買ったと。ね。それからこれダメになったけども、イージス、イージス、アショアですね、これを4000億から6000億でとかね、も、ま、う、あ、とにかくね、買いまくったわけですよ。ね、買いまくった。全然意味のない兵器をですね。ね。そしてね、買いまくって、えー、お金がなくなっちゃったわけですよ。要するに、もうこれ以上買えないということになったわけですよ。ね。じゃあどうするんだと。ね。 トランプの機嫌を取るためにどうするんだということで、じゃあ仕方ない防衛費を2倍にしようぜということになったわけですよ。これが真相なんですよ。ね。これが真相。ということなんですよ。ね。そしてね、そのことをですよ。安倍さんがね、これ元首相ですよ。そのことは突然ね、防衛費2倍にするんだ。GDP 比1%、を2%にするんだ。ということをね、言い始めたらですよ。 これ最初ね、あまりに非常識な話でみんなびっくりするじゃないですか。ね、うん、びっくりして、安倍狂ったかつい、ね、とみんな思うわけですよ。なので、ね最初にまず高市に言わせようということになったわけですよ。ね、高市に言わせようと。ねそして、えー、高市さんがこうずっと言い続けて、まあ、そろそろいいだろうということで、安倍さんが言い始めたということなんですよ。ね うんそういうね経緯があるんですよ。ね、だからこれはね狙いというのはとにかくアメリカから高額兵器を買い続けるということがですね安倍さんの約束でありこれがですねあの2倍にする目的だったんですよ。ねところがね安倍さんがねこの統一教会のねこの関連でね狙撃されて亡くなってしまったと。 いうねえー、この大変ね、驚くべきニュースが起きたわけですよ、ね。これはもちろんアメリカにとってもですね、想定外のことで、ね、かなり衝撃が走ったんですよバイデン。バイデン政権にですね。このバイデン政権もね、このトランプの後をね、引き継いで、そのね、防衛費だ、防衛問題だけはですね、やっぱり日本にね、あの、高額兵器を買ってもらおうと。そして自分たちも潤う、ね、潤いをね、 えー、もっと持とうぜということとだったんですよねところが安倍さんが、ね、亡くなってしまったということなんですよ。ね、そこで、ね、このブリンケン国務長官がですね、もう、ねえー、取るものもとりあえずですね、すぐに日本に飛んできたわけですよ。そしてまず岸田さんに会見を求めたわけですよ。ねうん、そしてこの岸田さんとの会見で何を言ったかという話ですね。で僕が聞いているのは、 ね、僕が聞いているのはブリンケンが岸田さんに言ったのはまずね今の日米関係を形作っている基本的な部分には手をつけるなということを言ったということなんですよね。そしてこのね基本的な部分と一体何かといえばこれはね当然ながらこの防衛費の2倍ですねこのことも含まれているとというね僕はそういう情報も聞いてるんですよね つまり防衛費2倍の目的というのは、アメリカの工学兵器を買うためにあるわけですから、ね。それを2倍の、突然ね、それ1.5倍ぐらいにしと、うん、ね、しときましょうとかね、そんなこと言いだしたら、ね、これアメリカのですね、えー、まさにこの防衛産業っていうかな、えー、軍産複合体の連中がですね、困っちゃうわけですよ。ね。えー、それ言ってることは違うじゃないかということでね、うん、懐に入るものは入って入んなくなっちゃうじゃないか。 それ日本おかしいぞヘイジャパニーズっていうことになるわけですよね。うん。なので、ブリンケンがすぐに飛んできて、それはやめてくれと。ね。この防衛費2倍も含む日米関係の今の基本的な部分、これには手をつけるなよと。釘を刺しに来たわけですよ。ね。ああ、そういうことなんですよ。そしてね、えー、このアメリカね、えー、日本から、 アメリカの兵器を買うためには、これ何度も説明しましたけど、FMS 協定っていうのね、こういう特別の協定なんですよ。まあ、これどういうことかというとね、えー、例えばロッキードとか、あるいはね、レイセンですね、えー、レイセンですね、これミサイルのレイセンをゃってのあるんですけどね、えー、そこから日本政府が本来だったら直接、ね、買うわけですよ。直接買う。ね、うん。 ところが、えー、この FMS 協定というのは、えー、ロッキードとかレイセオンから一旦アメリカ政府に、えーねあのー、売るんですよ。ロッキードやレイセオンからアメリカ政府に一旦売る。そしてアメリカ政府からさらに日本政府に売ると。そういうね、三角形の形なんですよ。でね、これどうなるかというと、ねあのー、アメリカ政府が一度中に入ることによって、 アメリカ政府がそこでね、相当の中抜きをするんですよ。相当の中抜きをする。ねえー、これね、えー、そのおかげで、えー、日本はですね、ロッキードとか、えー、レイセオンからね、直接買うですね、まあ、原価っていうかな、それよりも2倍から3倍ね、あのおお高くなってるという話なんですよ。ねえー、これ FMS 協定はね、このアメリカ政府としては、 いや、あのー、その兵器をね、作る、実際ね、完成させるまでには、この研究機関が必要だったんだと。それはアメリカ政府もかなり投資しているんだと。それをね、取らなければいけないと。それがね、建前になっているんですよね。だけども、どのぐらい中抜きしているか、そして原価が実はいくらだったのか、その情報さえ、日本は知ることができないんですよ。ね。なので、全くどれぐらいね、あの、本当にね、 あのど,こにどこにいくら流れてるかっていうのは全くわからないんですよ。でそれがですね1954年から実はこの FMS 協定っていうのがあったんだけどもそれほど大きい、ね、割合は占めてなかったんですよ。ところが安倍さんがトランプ怖さに、ね、この FMS 協定をものすごく増やしてしまったんですよ。ものすごく増やしてしまった。 なので、日本、日本のね、この防衛予算では、もうお金がなくなっちゃったんですよ。お金がなくなっちゃった。なので、防衛費を2倍にし、2倍にしなきゃいけないということになったわけなんですよ。これが原因なんですよ。つまり、安倍さんが自分のために、ね、トランプ、喜ばせるために FMS 協定、これを増やしてしまった。つまり、アメリカにね、もっと中抜きしてくださいと。どんどんやっちゃったんですよ。 なので防衛費が足りなくなっちゃった。それで防衛費を2倍にしようということを安倍さんとトランプの間でやったわけですよ。それを岸田さんがね、無反省に引き継いでいるんですよ。そしてそれで増税しますと言ってるわけですよ。1兆円増税しますと。そしてこれからさらにね、年々の増税部分ね、増えていきますよ、これ。ね。こんなことやってるんですよ。自民党ってのは。無反省に。岸田さんってのは。こんなことやってんですよ。 ね、ああそしてね防衛費2倍5年間で43兆円ですよ43兆円ねああそしてねこれを前にねまあ特ダネということでねお知らせしましたけどもねこの43兆円のうちね90%はアメリカ製兵器なんですよアメリカねで国内製はね10%程度だっていうんですよ これ、アメリカの軍産複合体を喜ばせる以外、何者でもないじゃないですか。ね。あ、う、あ、ん。ね。そして、ね、問題は、この防衛費2倍。ね。アメリカの軍産複合体、中抜き天国。ね。それを実現するためには、ね。あ、う、あ、ん。増税しなければいけない日本人。Hey, Japanese! タックスどんどん払えっていうことですよね。あ、う、あ、ん。そして、アメリカによこせとそのためには、 日本国内に軍事的な緊張感を高めなければいけないと。ね、そして日本人の間に防衛費2倍それはやむを得ないよねっていう世論を作らなきゃいけない雰囲気を作り出す必要があるわけですよ。ね、アメリカにとってはねとにかくそれがね日本国民の増税だろうと国債発行だろうとね日本が破産しようとなんだろうと構わないと。ね、だけどもとにかく確実に2倍にしてくれなきゃ困りますよと。 いうね、そういうことになってるわけですよ、ねまあ。そして究極は要するに、ね、あの増税しなければいけないということになるわけですよ、ね。財務省としてはもう増税になるわけですよ。これはね。うん、その時に国民のね、仕方ないねと。ねこういう、ね、あの態度姿勢が必要になるわけですよ。ね、防衛費2倍仕方ないねということになるわけですよね。 その時に力を発揮するのは何かといえば、まさに78枚の総務省の行政文書ですよ。ね。この78枚のね、総務省の行政文書。これがね、明らかにしましたよね。放送法の解釈変更ですね。ね。解釈変更してね。えー、このはね、えー 安倍政権自民党政権に反対するね、この番組。一つでもそんなのあったらね、これはね、電波停止してやるぞということになって、放送局に圧力をどんどん加えるわけですよね、うん。そして、そういうことと相まってですよ。安倍政権に批判的なキャスター、どんどんやめていったじゃないですか。現実にね。うん。代わりに、ね、その後任としてついたキャスター、見てくださいよ。どこもかしこも。ね。批判の刃が全く鈍い人間ばっかりじゃないですか。ね。 そういうね、えー、批判の刃のないキャスターたちがですよ、政府の言うことを無批判に繰り返しているわけですよ。これはね、戦前と同じですよ。ね。本当のことを伝えないマスコミ、ね、あるいはこの武器商人というかな、アメリカの軍産複合体、ね、そしてそれを受けた日本政府、その言いなりになって戦争を煽るマスコミ、これがね、必ず現れてくるわけですよ。ね。 これね、えー、っと、えー、これ1月12日ですね、今年の1月12日ね、このテレビ朝日のね、僕、報道ステーションを見ていたんですよね。そしたらね、台湾有事の問題ね、かなり長い時間やってるんですよ。ね。アメリカのね、シンクタンクのね、CSIS というね、研究所なんですよね、えー。これはね、要するにアメリカの保守派。えー、言ってみればジャパンハンドラーっていうかね、えー、日本をね、いいようにね、操ってやるぞっていうね、そういうアメリカ人たちっていうかな。 そういうい研究所あるんですよね、うん、そのね CSIS がですねこの中国が台湾に攻め込んできたらどういうことが起きるだろうかっていうねシミュレーションをしているんですよ。そそししててののの中いいくつかのねシナリオを紹介していたんですよ、ね、でどのシナリオでもこの中国に対してこの台湾軍それからアメリカ軍それから日本の自衛隊これがね応戦して中国軍の敗北になると。 そういうシナリオばっかりなんだけども、ね、その過程で自衛隊に相当の犠牲が出るというねシミュレーションを伝えていたんですよ。ね、そしてね、えー、非常に僕は驚いたのはね、その VTR が終わってね、このスタジオの場面に切り替わった時に、ね、大越健介、えー、キャスターですね、開口一番何言ったかというとね、こういうことを言ったんですよ。えー、この台湾有事、実際に起こりうる事態として 考えなければならない段階に来ているようですね。と言ったんですよね。これ驚きましたね。ね。ああ台湾有事ね。実際に起こりうる事態として考えな、考えなければならない段階に来ているようだと言ったわけですよ。ね。これね、非常に驚きました。ね。非常に危機を煽ってますよ、これね。うん。ね。これのことはね、これはね、YouTube 動画でもね、見ることができると思いますよ。これね。 でね、これをね今言ったセリフをね言う時のねこれ大越キャスターのね指これね震えてました指が震えてましたねうん僕はそれを見逃さなかったですよ、ね、なのでこれもしかするとテレビ朝日のこの上層部ですねこれがね言わせているのかもしれないですよねうん言わせているのかもしれないこのテレビキャスターテレビ朝日のね、上層部というのは、えー、これ今やね、あのー、番,組番組審議委員会の 県庁徹さんというね、安倍さんのお友達というか、安倍さんの手下みたいな人が、もう実質的な社長になってるというね、まあそんなような状態ですからね。で、うん、この大越さんというキャスターね、これね、<laughs> いいものをですね、リポートするときもあるんだけども、ダメなときはやっぱりね、全然だめなんですよ、この人ね、うん。僕はこの大越さんがね、NHK にいたときね、この感染症に関するね、あの大越さんのね、 言っっててることを聞いてねびっくりしましまたよ、ねうん、非常に比較的なコメントを、ね、言っていてね、あこんなことをね、えー、今ね、言ってるんだっていうね、仰天したことなんですね。つまり、ダメな時は全然ダメですね、この人ね。うん、で、実際ね、このニュースね、えー、このテレビ朝日もね、これ VTR 部分を含めて16分ぐらいあったんですよね。ね、16分ぐらい。で、まずね、台湾有事はねいつ起きてもおかしくない。 っていうね、捉え方ですよ。そしてアメリカ軍に加えて自衛隊も当然のようにこれに参戦すると。ね。そしてそのために今ね沖縄を中心に日本の南西諸島これをね急ピッチで軍事基地化されているとこういうことを伝えていたんですよ。ね。うん。ね。そしてさらにアメリカ軍に協力して日本の民間の港湾とか空港ですねこれがアメリカ軍に使われる可能性これもね伝えていたんですよ。 ね、で簡単に言えば、ね、今すぐ台湾に中国,中国が軍事侵攻してきて、ね、沖縄をはじめとして日本の南西諸島がその基地と勝つとそれをねもう現実のものだというふうにねあの伝えてるんですよ。そして大越キャスターがあーさっきも言ったようにですね「この台湾誘致実際に起こりうる事態として考えなければならない段階に来ているようです」っていうね 煽りの言葉はねえ、ね。これは大変に驚きました。ねうん。大変に驚きましたねうん。ねだけどの、これね、さっきも言ったようにですよ。まずこういうことはないんですよ。台湾有事ではない。有事はない。ねうん。ねそれをですよ。ないのにね、ねこういうことをね、ね えー、しかもアメリカの CSIS、ジャパンハンドラーの創屈ですよ。ね。うん。軍産複合体と非常に結びつきのあるところですよ。ね。そこが作ったですよ。えー、シミュレーションをね、16分間も使ってですよ。伝えている。そして台湾有事はね、多くねもう近いということをキャスターが言ってる。これ政府のね、宣伝。つまりアメリカの軍産複合体の意を受けた政府の宣伝。 以外何ででもなないいじゃないですかそしてそれはねあのー、ね大越キャスターも変わったつまりね上の言うことは何でも言うそして上これは安倍さんの手下である健丈ね健丈さん健丈徹さんがねやってるということですよこういうふうにテレビ局を自分のものにしちゃえばこういうことができるわけですよそしてこれによってね あのー、まさに政府のやりたいようにやる政府のやりたいようにやるというのはつまりこれは岸田政権も安倍政権もこれはアメリカの軍産複合体のね言ってみりゃ手下なんですよ、ねうん、なのでこういうことになってそしてそれを知らない日本のね民衆大衆がですよ国民が、えー、報道ステーション見てああそうかそれは大変なことだなと。 大越さんがそう見てるのか、これ台湾有事あるぞというふうになるわけですよ。じゃあこれ2倍仕方ないよね、2倍。ね。これアメリカの兵器書くの当然だろうということになるわけですよ。ね。うん。そういうふうにね、世論操作していくわけですよ。まあ見事といえば見事。ね。それに引っかかる日本国民もね、まあ見事な国民というね、まあ、皮肉を込めてね、えー、言えるかもしれないですけどね。うん。 そしてここでねもう一つねこの記事を見てみたいと思うんですよね。これはねクーリエ、えー、クーリエージャポンかな、うんえー。タイトルがですね「もはや日本は中国への敵意を隠さなくなった」えー、日中外相会談に対する中国メディアの言い分、ねえー。これ日本のね、えー、林外務大臣ですね。えー、林外務大臣がね中国を訪問しましたよね。えー、そしてね、えー、外相会談やりましたよね。 うん、でこれねこの日本の大手製薬会社ですね、えー、アステラス製薬だったらあそこの、ね、男性がね、えー、このスパイ容疑でね拘束,拘束されていますよね、まあ、その問題であるとかね、まあ、いろいろこの日中ですね東シナ海の問題であるとかねそのことを話し合ったと思われるわけですよね、うん、そしてそのことについてねそのことについて 中国のメディアは一体どういうふうにこれを伝えているんだろうかということなんですよね。うん。それをね、ちょっと読んでみるとね、こういうことなんですよ。えっと、<laughs> 悪人の手先となって悪事を働かないことが日本の対中外交の前提となるべきだ。強い見出しとともに今回の日中外相会談を振り返ったのは中国共産党の機関紙環球時報だ。悪人とは米国を指しており、記事では林大臣の出発前に日本が、 対中半導体規制の実施を表明したことを念頭に米国に協力して中国の科学技術に圧力を加えたり中国とのデカップリングを図ったりこれらは悪人の手先となって悪事を働くという行為を拡大したものであると強い論調で非難している。ねえー、ということですね、えー、つまり、えー、日本がねこの中国からどんどん離れてい,る離れていっているとそしてそれは アメリカにそういうふうに、えー、アメリカねつまり悪人の、ね、手先となって、えー、そういうふうな悪事を働いちゃいけないよと言ってるわけですよねうんそしてこうも言ったんですよね、えー、さらに記事は近年の日本の安全保障政策について「軍拡に走っている」とした上で次のように釘を刺す外交と軍事の面において日本は中国への敵意をもはや隠すことも抑制することもしなくなった 平和憲法の拘束から逃れたいという日本の衝動はますます強烈になっており、それに応じて行動,行動の度合いもますます大きくなっているということなんですよね。えー、これはね、この中国ね、中国の見方ですよ。これは今言ったのはね。つまり日本を警戒する中国からの見方。これがね、えー、今ね、このクーリエというね、えー、この雑誌で雑誌というかなこのサイトでですね、よく紹介されているわけですよ。ね。 えー、これはつまりねこういうことはですよ <laughs> 中国からどういうふうどういうふに見えるかということはどういうふうに見えるかということは,うううとことはねやっぱりね戦争に至ってしまった戦前の教訓としてですよやっぱりね常に考えておくことが必要なんですよ、ね、戦前ねアメリカや日本アメリカやねイギリスからはですよこれね日本がどう見えたかというとアジアで 中国を言えなく侵略してアメリカとイギリスの権力権益を犯しているとそして場合によっては、ね、アメリカイギリスに宣戦線布告まで考えている油断のならないならず者国家と見ていたわけですよ。ね。うん。で今ねならず者とは言わないけども中国からはそれに近い目で見られてるわけですよ。ね。うん。これね中国ではね 台湾に対する武力侵攻なんか考えてる人はね、人間はね、もうほとんどいないですよ。ねうん、僕がいない知っている、ね、中国人は笑ってますよ、ねその。そんなこと考えてる人はいないというね。うん、でね、その経済的な意味というのはね、まあ、さっき言った通りなんですよね。つまりその台湾のね、その精密産業ですね、えー、これをね、壊してまで武力侵攻するわけないだろうと。 そのバカなことするわけないだろうっていうのはね、まあこれ中国の常識なんですよ。まあ言ってみれば国際常識なんですよね。うん。で、それにもかかわらず、ね、アメリカにそそのかされて、防衛費を2倍にしてしまった日本。ね。これね、はっきり言えば、国、えー、稽なんですよ。ある意味国稽だけど、非常に不気味でもあるんですよね。当然ながらですね。ね。そしてその日本は、やたらと反撃能力とか、 敵基地、攻撃能力というのを強調している、ね。そして集団的自衛権、これをどうも導入してしまったらしいと、ねうん。アメリカに代わって日本がやってくるかもしれないということで、これはね、警戒レベルを、ね、上げることを考えるわけですよ、日本に対してね。そしてそのことはですよ、警戒レベルを上げるということは、要するに軍備を増強するということですよね。 なのでそれは日本から見ればそれがさらに中国警戒論を生んでいくわけですよ、ね。で、互いに日本と中国の間で警戒レベルをこうやって上げていくわけですよね。うん。そしてそれが最後は抜き差しのならないところでお互いに衝突するわけですよ。これがね、あの歴史上ですよ。戦争が起きる時のまさにシステマティックな動きなんですよ。ね。これが歴史なんですよ。 そして、それを安倍さんが準備して、岸田さんが、ね、本当に馬鹿だと思うけど、無批判にそのレールの上を走ってるわけですよ。ね。一旦ね、戦争の渦に巻き込まれたら、もう後戻りできないんですよ。誰も。例外抜きで。そしてね、逃げることができない。ね。この防衛費ね、そういうわけでね、まずね、我々としてはね、 防衛費2倍に近づく道というのはことごとく反対しなければいけないと僕は思うんですよ。ね、それから、ねえー、何度もねこうやって説明してきたように、えー、放送法解釈の変更とかねこのマスメディアへの圧力ですねこれはね絶対に反対を言い続けなければいけないとそれからマスメディアに対してももっとね、あのー、政府に対する警戒能力ねそれを高める。 努力をしななけければいけないとそれを言い続けて、ねえー、そしてね警戒しようというねマスメディアの動きにはそれを励ましていかなければいけないとというふうに思うんですね。まあ、というようなことで今日はね、えー、この岸田さんのですねこの無安静な防衛費2倍ですねそしてこの反撃能力できるんだっていうねそれに関してねこの今締めの、ね、説明をしておきました。 ね、そして最後のこの PR タイムをいただきましてですね、えー、コロナ日本国書ねこれは国の政策としてですね感染症対策これはねどういうふうにあるべきなのかそれをねこのコロナの実体験によってですね非常によく分かるものがあったんですよそれをね本当に勉強しておかなくちゃいけないねうんということですよそしてコロ,ナコロナもまだ終わってはいないんですよそのことを考える上でこのコロナ日本国書 これは、ね、非常に僕は重要な文献だと思っています。これは本当にその通りだと思います。それから、えー、Amazon に鉄道を作る、ねえー。これはね、日本が世界に誇るね、えー、ODA、政府開発援助。ねえー、EODA の、ね、実例なんですよね。そのことをねあの、人間ドラマで書いた本なんですね。ということで、この2冊をですね、ぜひ買っていただきたいなと思います。まあ、ということで、えー、今日はこの辺で終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。はい。今日も見ていただきましてありがとうございます。佐藤さんの応援のためのカンパ、銀行口座とですね、クレジットカード、どちらかでもできます。ひとつき万冊の公式ページができました。こちらに佐藤さんの今までの書籍、えー、全部アップロードされていますので、えー、欲しい人はこちらから見ていただけると嬉しいです。いつも見ていただき感謝します。ありがとうございます。